それはね、みんな、うちのね、最近編み出した必殺技。ああ街角でも見たんやろうけど、それはちょっと、願い下げだ。っていうかな。まだ住んでんの、そんなギャグにしたらあかん。な。満州系の奴らが、東アジアをことごとく乗っ取っとった。例えば習近平みたいな満州軍閥。要するに新皇帝とか、新の始皇帝とか、党の。資源者違った、間違えとったね。だから、なんだろう、杏仁豆腐とか出てくるんですね。で、ちゃうかったかな、忘れたよ。おいで、あ、幻想皇帝。だからめっちゃ幻覚みたいなやつやろ。それってなんだろうな。陽気比。あ、怖いな。なんか、どう怖い。クレオパトラ、怖い。もうちょっと鼻が、こっちか。どうちゃうねって。だから、満州帝国やねんな、要するに。秦っていう国は一度は天下取ったけど、その時嫌われたわけだったやろ。だってあれ、長安とかのずっと向こうから、そのペルシャの北方の馬族やねん。そっからやってきたらいいんちゃうもんな。で、中国ってのは、こういう顔の人たちの国やったんだが、秦っていう国はやたら強かった。で、こういう奴らがペルシャ文明とかペルシャ人を使って中国に侵入したわけだ。いつまでも俺ら人のこと支配してる。うちなんか部落やってんだよ。部落差別解消ってつい最近やで、ね、2年ぐらい前。おいおいおい。なあ、まあ外交関係になるから、正確にはうち日本国民ちゃうから、日本の主やってな。みんなが、天皇家も含む日本国がうちの部下やけどな、ほんまはな。本当はな。そやけど、やっぱり満州人たちに一泡吹かせたいでしょ、みんな。うちはどっちでもええ言ってるやん。最悪満州人たちが勝ってもな、天皇家も含む満州人たちが勝っても、うち白雪姫状態になるだけやったんなって言ってるやん。な。だからまあ、こうやって真実の情報をうちから出たら絶対な、権威やろ。真実の本場の情報やねんからな。こんなんもあってん、先人民権は。薬剤部でもな、全然こんなトップとかのことを言うねん。暴力団のことちゃうで、薬剤って。みんな言葉の使い方間違ってんねん。ヤマト民族に騙されてんのじゃん、それが。もともと薬剤って、薬草すりの女のことであって、魔女のことやねんけどな。えらいことも変わるもんで。で、まあ結局、そうそう、今みんながヤクザと思ってるのは、八幡湯の実は。魔女がヤクザ。で、その男衆が八幡湯。八幡の外に、まあ、暴力団が今おるわけね。ヤクザ、八幡は暴力団ってことや。暴力団は満州系多いよ。橋本徹もそう。天皇家もそうや。天皇家も暴力団になる、実は。で、結局、橋本徹とかも、僕の、維新の会が、見たよ、皆さんも。すると、なる人。僕の、日本国がというより、きっと彼は、僕の大日本。タリバン、タリバン、よっ、タリバンキコさんとかやってんねん。あと何で、カコマコやった、マコカコやった。なる人がでも、タリバン、よっ、タリバン僕の大日本がってなると思うの中やろ。ほんなら辛いと、ああ人がこっち側の手で、ああって。見たいやろ、見たいやろ。うち一人二人からできへんけど。でも、振り子電車とできると思う。だから、その時までちょっと間違ってないぐらいこのギャグを見て、することちょっとできへんかな。うちの家でこっそりこうやって撮ってるだけやから、シコシコピッタンと。